皆さんこんにちは、レジスターです。ということで今回も海外ミーム、海外のネタ画像を探してみたということで、ケモナー向けのネタ画像をいろいろと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速探していきましょう。 I'm not a furry but B-stars BNA これはまあ普通に僕はケモナーじゃないんだけど、でも B-stars と BNA が好きでって言って、両手があのどなんだろう動物になりかけてるから、まあ獣になりかけてるんでしょ実はっていう話ですね、これは。はい、次行きましょう。I have no idea what I'm doing 自分が何をしてるのか全くわからないって言って、ここにさ画面見たらさ、バーク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 、あのなんか吠えるっていう意味のバークっていう単語をずっと書き続けてるっていうね、インターネットパソコンで。だから多分あのなりきりチャットみたいな話ですよこれあのなりきりチャットみたいな感じで、自分をなんかさ、なんとかってキャラクターがなんかになりきってかなんかわかんないけど、例えばに日本語だとワンワンワンってずっとなんか語尾につけるみたいな、そんな感じのね、やつで、ふと我に返ると何やってんだろう自分っていう、そういうやつだと思いますこれはこれちょっとまあ面白いですよねこれは。 LikeIf Disney movies may have Loki turned you into a furry. まあ多分皆さんの視聴者の中にはあのこういうねキャラクターを見て、ディズニーのキャラクターとかを見て多分獣になった人もいるんじゃないかなということでそういう画像ですこれは。 I forgot to eat any watermelon. 今年多分あのメロンじゃない、スイカ食べてないなみたいな、そういう話でしょうね多分これで、この画像っていうねこの画像の狼めちゃくちゃ可愛いよね、なんか時々見かけるんだけど、すごい可愛いです。 When everyone says that Zootopia is the best furry movie that fantastic Mr. Fox noise is みんながZootopiaが史上最高の獣映画だって言ったら、ミスターフォックスがあの悲しんでるっていうね、そういうことですね。This one sparks joy. This one does not spark joy. この上の方はめちゃくちゃいいやつですねこれっていうので、下のやつはこれはそんなに良くないやつですねっていうなんかよくわかんないけど画像があります。はい、そんな感じ。Becoming a furry, looking up furry as a joke. Me. これはその獣になるっていう隕石、獣になるっていう隕石が落ちてきて、でそれであのその地上にいる私はその獣になるなんておかしい話だよねと思ってたら、実は自分の上に落ちてきてるっていうそういう画像です。 Ew, a furry. Hey man, furries are an integral part of this planet's complex ecosystem. Why the judgment? You're right. How could I judge one of God's creatures? Oh lord, please forgive my despicable actions. Always forgiven my child. Ew, a furry. これ左上から、うわキモ、獣じゃん。あのね、獣っていうのも大切な生態系の中の一部なんだよ。そんなこと言わないで。あ、君が正しいよ。なんでこんな風に神が作ったといった生き物を否定してしまったんだろう。ああ申し訳ない、本当に許してください、僕の愚かな行いを。で神様が来て、全てが許されていますよ。あ、キモ、ファーリーじゃんキモ、ケモナーじゃんって言って去っていくっていうねFrom 1973 to 2016 1973年から2016年にっていうのでこのね、同じようなキャラクターたちがいるっていうね、素晴らしい話です。ありがとうございました。あの今後も出してください、キツネとウサギの組み合わせをって感じです。 When you slowly turn your non-furry friend into a furry あなたがその獣じゃない人を獣にしようとゆっくりトライしている時の画像ですWhen your friend invites you to a fur con to make fun of furries but it turns out he's furry あなたが友達をね、ケモナーの集会、まあ、ケモケットみたいなところにこう連れてきてくれて、でそれでそのケモナーをバカにするつもりでその2人で行ったはずなのに、実はそのもう誘ってくれた友達が実はケモナーだったことが分かった瞬間っていう画像ですこれネタなんでしょうけどね、多分ね、知んないけど。 Oh My mom thought FurryCon was a pet event and volunteered
our therapy dog. やばい、これはやばい。これ、私の母親が、ファーリーコン、獣が集まるイベントを、その、ペットのイベントだと思ってて、で、その、自分の、その、セラピードッグっていう、なんかその、心を癒すためのね、犬を、その、獣向けのイベントに持ってきてし、来てしまった時の画像っていうので、多分これ本当だよね。やばいな、これはちょっときついぞ。My child is perfectly healthy without vaccines, the child. これは。皮肉が効いてる。私の息子は、私の子供は、完璧に、ワクチンなしでも健康なんですよって言って、で、子供はこれっていう画像。本当に健康なんでしょうかっていう話ですね、これは。Could you stop making me question my sexuality for 5 minutes? これは、その、私の性的思考について問うのを5分間だけやめてくれませんかって言って、レゴシのやつ見るっていう。When you accidentally call your hands paws in public and everyone stares. これはきつい。あなたが、その、なんか、間違って、その、さ、獣ってさ、手のことをさ、その着ぐるみ着てたら、なんか、肉球とか言ったりするじゃないですか。動物の手を表すポーっていう言葉があるんですけど、肉球がついてる手みたいな。で、それを、普通の会話の中で言っちゃって、非獣の人たちからめっちゃ見られるっていう図です。きついな、これは。Hate, furries, other fandoms. これはなんかその、獣の人が、その世間からの嫌われを全部背負って、で、他の、ファンダムを、ま、他の界隈を守っているっていう。まあこれ本当にそうなるかわかんないけどねっていう。This is probably the most cursed thing that I have ever seen. これは、その私が見た中で、これはその存在する中で最も呪われたものだと思うっていうので、この画像があります。多分これね、結構リアルめの、なんか動物に見えるけど、実はこれ、獣の方が着てる着ぐるみですっていう話で、子供が無邪気に戯れてる様子を見てっていうので、まあ呪われてんだっていう話です、これ。はい。When you realize your son is a furry. Oh, that's right, honey. We don't have a son.あなたの両親が、あなたのことをね、獣だと分かった瞬間に、ああ、そうだった、うちには息子なんていないんだったっていう、そういう話です。悲しい、これも。My dad, when you get a wife, me. 父親が、お前が、その、嫁をもらったらって話をし始めて、で、そして自分が、この顔になるっていうね、怒ります。怒っていますって感じ。はい、ということで今回は獣向けのネタ画像を、皆さんと一緒に見てみようパート2ってことでやっていきました。またね、高評価してくれたらまた続きますのでよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、チャンネル登録忘れずに。バイバーイ。